よろしくお願いいたします IoT イノベーションを実現するための AWS サービスと基本構成というタイトルで発表させていただきますまず最初に自己紹介をさせてください私は AWS のソリューションアーキテクトの三平優馬と申します経歴としては会話 AI や家庭用ロボットの開発に携わってきました現在は AWS で IoT スペシャリストのソリューションアーキテクトとして IoT に関連するお客様の支援を行っておりますどうぞよろしくお願いいたしますまず最初に本セッションの内容についてです本セッションでは IoT によって実現できるビジネス価値と IoT の代表的なユースケースについて紹介しますまた IoT のユースケースで共通する必要な機能と実現する上での課題 AWS を用いた解決方法について説明します一方本セッションでは AWS の各 IoT サービスについて詳細な機能説明はいたしませんセッションの最後に AWS で IoT 開発を始める際に参考になるリソースを紹介いたしますのでそちらをご参照ください本日はこのようなアジェンダで進めてまいりますまず IoT が生み出すビジネスのイノベーションについて紹介します近年インターネットに接続されたデバイスの数は増え続けており 家電や自動車産業機器など何十億ものコネクテッドデバイスが膨大なデータを生成していますこれらのデバイスが生み出すデータはビジネスにとって資産となる可能性を秘めていますしかしデータから価値を生み出すためにはデバイスを接続しデータを収集保存分析してビジネス価値へ変えていくソリューションが必要となりますこの際に重要となるのは優れたデータ戦略です データドリブンなビジネス判断を行えるようにするためには次のような3つのステップが必要になります1つ目はデータを収集して保存するためのプロセスの確立ですデータは組織の資産でありサイロや個々の部門に分かれて扱われないようにする必要があります2つ目はデータが民主化されていることですつまりデータを必要とする全ての人が簡単かつ安全にデータを利用できるということです そして三つ目はデータの活用です分析や機械学習を通じてデータを活用することでより的確な意思決定効率の向上新しいイノベーションにつなげることができますこのようなデータ戦略によってさまざまなことが実現できるようになります例えば製品の利用傾向を分析することで新しいサービスやビジネスモデルを構築したりデバイスのログを収集することで 製品やサービスを長期的に改善したりすることができますまた機械学習を用いた利用予測やパーソナライズによって顧客体験を向上させることができます IoT とデータ戦略によって顧客のニーズを理解しビジネスオペレーションの効率を高めることで意思決定が迅速になり時間が経つにつれてさらにデータドリブンなビジネス判断が加速することで収益の拡大と運用効率の向上につながります こういった IoT によるビジネス変革はさまざまな業界で実現されています一例を挙げると産業とエネルギー分野では産業用機器からのデータの収集と分析による産業プロセスのパフォーマンスの可視化や生産性の向上が行われていますまたデバイスメーカーではコンシューマー製品のスマート化によるスマートホームの実現やユーザーエクスペリエンスの向上が進んでいますその他にも 自動車業界ではコネクテッドカーや自動運転によるモビリティの変革スマートビルやスマートシティにおいては安全性や利便性の向上ヘルスケア業界では健康状態のリモート監視といったさまざまなイノベーションが進んでいます続いてこれらのユースケースを実現する上で利用できる AWS の IoT 向けサービスについてその概要を紹介します AWS は IoT ワークロードに適したさまざまなサービスとソリューションを提供しています AWS を用いることで次のようなことが容易に実現できますまずコンシューマーデバイスや産業用機器などさまざまなデバイスから IoT データを収集・保存し分析することができます次にデバイスをセキュアに接続・管理しクラウドでのデータ保存から分析に至るまで IoT アプリケーション全体でセキュリティを担保できますまたデバイスから収集したデータを AI や ML と統合することでインテリジェントな IoT ソリューションを構築することができますそしてこれらのインフラを容易にスケールさせることができ大量のデバイスと通信し大規模にデータを扱うことができますここで IoT ソリューションを構築する際の主な要素について 大きく3つに分けて紹介します1つ目はデバイス側ですデバイスで動くファームウェアやソフトウェアなどにクラウドとの接続機能を統合する必要があります2つ目はクラウド側でデバイスと接続しデバイスを管理するための機能が必要です3つ目はデバイスから収集したデータをクラウド側で分析・活用することでビジネスに役立つインテリジェントな洞察を生み出すための 機能や実装が必要になりますこれらを実現するために AWS ではデバイス開発やデータ収集から分析に至るまで10以上の IoT 向けサービスを提供しています。これらのサービスから必要なものを組み合わせることでさまざまな IoT ワークロードをクイックかつ容易に実現することができます。本日はこれら全てについては説明しませんが IoT で共通する実現したい機能に対して サービスををどのように組み合わせてて活用すするることでで課題を解決でききか紹介していきます今ご紹介したような IoT のサービスを使わない場合 IoT デバイスを大規模に接続管理する信頼性の高いインフラを構築しようとするとサーバーの上昇化やスケールアウト構成などインフラ構築や管理に手間がかかってしまいます一方 AWS の IoT サービスは全てマネージドサービスという種類のサービスで構成されています ここでマネージドサービスについてその特徴を説明し IoT のワークロードでマネージドサービスを採用すべき理由についても紹介しますまず一つ目がスケーラビリティです IoT ではデバイス数やデータ量が増加するにつれてプラットフォームの拡張性が課題になる場合があります AWS IoT サービスはインフラ管理やスケールアウト設計不要で数百万からそれ以上の規模までデバイスを接続し デバイスとデータを管理することができます二つ目がセキュリティです AWS IoT ではデバイスとのセキュアな接続やデバイスを脅威から保護するための機能が提供され IoT デバイスとデータをセキュアに保つことができます三つ目はイノベーションのスピードですサーバーや仮想マシンなどのインフラ構築や管理に時間をかけるのではなく ビジネス価値を生み出すアプリケーション自体の開発に時間を割くことができます四つ目はコスト削減です初期費用なしの完全重量課金制で低コストから IoT ワークロードを開始していくことができ大規模にスケールした際にもインフラの運用管理のコストを抑えることができます五つ目はデータの管理です AWS のストレージや分析サービスを組み合わせることで デバイスからの構造化されていない大量のデータを保存し必要な時にビジネスに役立てることができますそして最後がライフサイクル全体にわたる管理ですデバイスのプロビジョニングから利用開始後のアップデートに至るまで IoT ソリューションのライフサイクル全体にわたってデバイスとサービスをメンテナンスしていくことができますこれらの理由から IoT ワークロードではマネージドサービスの利用が適しています では実際に IoT ワークロードを実現していく際にはこれらのサービスをどのように活用できるのでしょうか ?IoT ユースケースを実現する際に一般的に必要になる機能として大きく次の4つがあると思います。1つ目はデバイスとセキュアに接続してデータを収集すること2つ目は接続したデバイスを管理したり監視したりすること3つ目は 収集したデータを分析したり活用したりすることそして最後にエッジでの複雑な処理やデバイス間の連携のようなエッジの活用ですこの四つにおいてよく課題となる点と AWS を用いた解決方法について順に紹介していきますまずデータ収集ですデバイスからデータを収集するためにはデバイス・クラウド間でそれぞれ考えるべき点があります デバイス側ではクラウドに接続データを送信するための実装が必要になります一方クラウド側では大量のデバイスから接続を受け認証認可やメッセージの送受信を行えるインフラが必要となります AWS では AWS IoT Core というサービスがデバイスにとってクラウドの入り口となっておりデバイスとの接続や認証認可メッセージングなどの機能を担っています まずはデバイス側から見ていきましょうデバイスをクラウドに接続する際の課題としてデバイス側での実装の手間や複雑性が挙げられますここでは AWS が提供する SDK やサービスを活用することができますまずは AWS IoT デバイス SDK です AWS IoT デバイス SDK は IoT コアとの接続メッセージの送受信を行い AWS IoT の各種機能を容易に利用できるようにするためのオープンソースの SDK です。Python、Java、JavaScript、C++ や組み込み C などの言語で提供されておりデバイス側の実装に合わせて使いやすいものを選んで組み込んでいただくことが可能です。デバイスとしてマイコンデバイスを利用するような場合においてはデバイス SDK だけでなく FreeRTOS もご利用いただけます。は マイコン向けのリアルタイム OS として18年以上にわたり配布されてきたもので現在は AWS からオープンソースで提供されています。FreeRTOS は幅広いアーキテクチャをサポートしデバイス側のアプリケーション実装のためのカーネルやベンダー提供のライブラリと合わせて AWS IoT Core などのサービスと接続するためのライブラリなどを提供しているためマイコンで動作する IoT デバイスを容易に構築することができます。 デバイス側の実装においてクラウドとのセキュアな接続や認証などの複雑な実装を行う手間を省きたいというようなケースで活用できるのが昨年のリインベントでプレビューとして発表された AWS IoT エクスプレスリンクの動作する通信モジュールが AWS のパートナーによって開発提供されており小型のモジュールを既存の基盤に外付けすることで AWS サービスとの接続やメッセージングなどの機能を 簡単な実装のみでスピーディーに実現することができるようになります。続いて、クラウド側です。今ご紹介したような、さまざまなデバイスを接続するクラウド側においては、デバイスの種類やユースケースによって、さまざまなプロトコルをサポートする必要があります。また、不正なデバイスからのアクセスを防ぐためのデバイスの認証も必要となります。AWS IoT Core では、IoT 向けの軽量なプロトコルである、 MQTT をサポートしておりデバイスとの双方向のメッセージングを実現することができますまたユースケースによって HTTP や MQTT オーバー WebSocket プロトコルを利用することもできますそしてデバイスに対してはクライアント証明書を用いた認証を行いますまた既存デバイスのマイグレーションのためにカスタムの認証方法を実装して利用することなどもサポートしており柔軟なプロトコル 認証のオプションから選択すすることが可能ですさらに低消費電力デバイスとの長距離通信のユースケースではローラワンプロトコルも利用することができ幅広いシーンで IoT コアが利用できます。先ほど紹介した MQTT プロトコルはセンサーデータなどの比較的小さなペイロードの送受信に適していますが IoT デバイスの中には画像や動画のような 大きなペイロードを送信すするものものありますこのような場合には AmazonS3 のようなストレージサービスに画像をアップロードしたり AmazonKinesis ビデオストリームこというこれらのサービスを利用する場合にも IoT コアに登録したクライアント証明書を用いた認証と組み合わせることができ認証認可の仕組みをシンプルに保ちながらセキュアなデータ送信ができます。 またコネクテッドカーなどで車両データを収集するというようなユースケースにおいては昨年のリインベントでプレビューとして発表された AWS IoT が利用できますフリートワイズを用いることで車両データを標準化してクラウドに収集したり収集のロジックを定めることで必要なデータだけを効率的に収集して車両の状態のモニタリングや分析などに活用できます。以上がデータ収集でした。 続いてデバイスの管理・監視ですデバイスの管理・監視においては大量のデバイスを効率的に管理するための仕組みやデバイスをセキュアに保つ仕組みが必要となります AWS IoT Core に接続したデバイスに対して AWS IoT Device Management や AWS IoT Device Defender というサービスを組み合わせることでこれらの仕組みをスピーディーかつ容易に構築することができます まずデバイスを管理する際に大量のデバイスの中から特定の条件を満たすデバイスを検索したいという課題がよくあります。これに対しては IoT コアに登録されたデバイスの属性情報や状態に対してインデックスを作成して検索を行えるフリートインデックスという仕組みがあります例えばハードウェアの種類やファームウェアのバージョンなどを登録しておくとある種類のデバイスのうち現在オンラインで かつ特定の古いファームウェアを利用しているデバイスを検索できその所有者にアップデートを促すといったことができるようになります続いてデバイスを管理する際にグループ化して管理をしたいということもよくあります IoT コアに登録されたデバイスに対して任意のグループを作成したり先ほどの検索結果をグループ化して管理することができますまたこれらのグループごとに権限設定やログ設定を行うこともできます これによって例えば特定のテナントへ出荷されたデバイスのグループやあるエラーが発生していてモニタリングが必要なデバイスのグループなど用途に応じたグループを作成して柔軟なデバイス管理が可能となりますセキュリティの観点からは遠隔地にあるデバイスの状態をどのようにモニタリングするかというような課題があります AWS IoT デバイスディフェンダーを用いると AWS IoT の設定や 証明書などのリソースがセキュリティのベストプラクティスに乗っているかをチェックすることができセキュリティ上のリスクがある設定やデバイスを容易に特定することができますまたデバイスとの通信や接続のメトリクスをベースにデバイスが異常な挙動をしていないかを機械学習ベースもしくは手動設定した敷値ベースで検出することができますこれによって例えば デバイスのクライアント証明書の流出や通常では考えられない大量のトラフィックなどの問題に素早く気づき証明書の無効化やアップデートの配信などのアクションにつなげることができますこのデバイスのアップデートを実現する仕組みの構築も課題となる場合がありますここでジョブという機能を用いると遠隔地のデバイスに対して任意のリモート操作を配信することができ例えば ファームウェアのダウンロードやインストールなどの処理を実行させることができますジョブでは複数のデバイスに対して一括でアップデートを配信したり少しずつ配信するように設定したりすることができますまたアップデートの実行状況や結果を確認して失敗率が高い場合に自動的に中断するといったことも可能ですジョブを用いることで複雑な仕組みを用意しなくてもセキュアな OTA アップデートを実現することができます 最後にシステム管理者やサポートのオペレーターが容易にデバイス情報を確認できるような UI が欲しいという要望もよくあります。FleetHub for AWS IoT デバイスマネジメントを利用すると実装不要でデバイス管理用のダッシュボードを数分で立ち上げることができます。FleetHub のダッシュボードでは接続台数や切断理由のようなデバイス全体の傾向を把握したり特定のデバイスを検索したりすることができます。 またジョブやアラームの作成などもダッシュボード上から行うことができます例えばサポートのオペレーターがお客様から問い合わせを受けた際にフリートハブのダッシュボード上でデバイスを検索し状態を確認した上で必要に応じて遠隔からアップデートを行うといった一連の操作を行うことができます以上がデバイスの管理・監視でした続いてデータ分析・活用です データの分析・活用においてはデバイスから収集してきたデータをどのように保存・処理・活用していくかが課題となります AWS ではデータベースやストレージ分析から機械学習に至るまでさまざまなサービスを提供していますこれらを柔軟に組み合わせることでユースケースに応じてデータを分析・活用しビジネスに生かしていくことが可能となりますまず最初の課題として IoT デデバイスススからら届いたーーータを分析や機械学習などのサービスとスケーラブルに連携させる方法が挙げられます IoT コアではルールという仕組みを用いることで受信したメッセージを設定だけで AWS の各種サービスと連携させることができます例えば AmazonDynamoDB のデータベースや AmazonS3 のストレージに容易にデータを転送できたりスケーラビリティが求められるシーンでは Amazon SQS の Q や Amazon k i n e のストリームを介してデータを送信したりすることもできますまた連携先として AWS Lambda を用いると任意のサービスに対してデータを送信するための実装を行うことも可能です続いてアプリケーションで IoT データを活用する場合そのユースケースに応じて適切なデータベースを選ぶ必要があります AWS では Amazon DynamoDB のような NoSQL データベースや時系列データベースの Amazon タイムストリームリレーショナルデータベースの Amazon オーラなど求められるスケーラビリティやパフォーマンスなどに応じてさまざまなデータベースをご利用いただくことが可能です特にデータベースにおいてもマネージドサービスを利用することでインフラ管理やプロビジョニングなどを意識せずデータ量の増加に対してもスケーラビリティを担保していくことができます 運用の際のよくある課題としてデバイスからのデータやログを利用することでデバイスの状態を素早く把握できるようにしたいということがよくあります Amazon CloudWatch を用いると IoT コアのログやメトリクスを収集・保存しトラブルシューティングやアラートに利用することができます例えばメッセージ数やエラー数などをダッシュボード上でモニタリングしたりエラー数が閾値を超えたらシステム管理者にアラートを送るといった 運用監視の仕組みを容易に実現することができます。また、デバイスからのデータをニアリアルタイムに分析可視化するためには、Amazon OpenSearch サービスとそのダッシュボードを利用することができます。OpenSearch サ,サービスと連携することで、例えばセンサーデータの最新値や時系列の値をリアルタイムで可視化できるダッシュボードを作成し、デバイスの状態を監視することができます。 より高度なデータ活用の例としてデバイス自体の改善や企用傾向の把握などを行いたい場合大量のデータを保存し分析するツールが必要となりますこういったデータ活用を行う中ではどのようなデータが役に立つか最初から分かっていない場合もありなるべく多くの生データを収集保存しておく必要が出てきますこの場合 AmazonS3 のストレージをデータレイクとして利用することでデバイスからの生データを スケーラブルかつセキュアに長期間保存することができますそして Amazon S3 に保存したデータに対してビジネスインテリジェンスツールの Amazon Quick サイトを用いることで例えば長期にわたる利用傾向を分析することができますまた機械学習サービスの Amazon 政治メーカーを用いることで例えばデバイスの対応年数や故障の予測のような予知保全へつなげていくことも可能です 以上がデータ分析活活用用ででした最後にエッジの活用です IoT ユースケースでのエッジ活用つまりデバイスに近いロケーションやデバイス上でのワークロードの実行が求められている背景として次のような課題がよくあります。例えばデバイスのネットワーク接続が不安定で常時クラウドと通信することができない場合やエッジデバイスが画像などの大量のデータを生み出し それらすべてをクラウドにアップロードすることがコストや帯域的に難しい場合またプライバシーなどの問題でクラウドへのデータのアップロードが許可されていない場合などですこういったユースケースではエッジ側での IoT ワークロードの実行がしばしば検討されます AWS ではこのようなエッジでのニーズにも対応できるサービスを提供しておりますこれにはデバイス上でデータ処理を行うソフトウェアだけでなく エッジデバイスに近いところでワークロードを実行するためのインフラストラクチャーなども含まれますエッジ側でデータの処理や保存を行うことでリアルタイム性の高いインテリジェントなアプリケーションの開発やデータ転送のコスト削減などが実現できますしかしこれらを実現しようとするとエッジからクラウドまでさまざまな開発が必要となりそれに伴いセキュリティや信頼性などの課題も出てきます AWS が エッジ向けに提供するサービスは、エッジからクラウドまで一貫した機能とカスタマーエクスペリエンス、包括的なセキュリティや、後半で信頼性の高いグローバルインフラストラクチャ、ー、エッジユースケースに適した幅広い機能などの特徴を持っています。これらを活用することで、スピーディーにエッジの開発を始められます。ここでは、このようなエッジ活用のユースケースの中で、特に IoT デバイス上での ワークロード実行にまとを絞ってご紹介します IoT デバイスやゲートウェイ上でワークロードを実行する場合の課題としてデバイス側で実行されるソフトウェアの管理やデプロイデバイス投資の通信やエッジでのデータ処理などがあり得られます AWS IoT Greengrass というサービスを用いることでエッジでのソフトウェア実行やエッジで実行するソフトウェアの管理デプロイなどの仕組みを容易に構築することができます AWS i o t g r e e n g r a s s を利用する際はデバイス上に g r e e n g r a s s のソフトウェアをあらかじめインストールしておきます。これによってエッジで実行させたい任意のアプリケーションをクラウドからデバイスへデプロイして実行状態を管理することができるようになります。この際に複数デバイスに対して一括でデプロイすることもできるためデバイス上のソフトウェア管理の仕組みを独自に用意することなく デバイスの出荷後も頻繁ににソフトウェアを改善し続けることが可能になりますゲートウェイデバイスを構築するようなケースではインターネット接続機能を持たないデバイスからデータを収集・処理したりエッジデバイス同士で通信を行ったりしたいというような場合がありますこのような際にはグリーングラスのサービスであらかじめ用意されているコンポーネントという機能をご利用いただけますコンンポーネントを利用することで エッジデバイス同士がローカルネットワーク内でメッセージングを行ったりローカルデバイスからデータを収集してオンライン時にクラウドに送信したりといったことが複雑な実実装不要で実現で現きますより高度なエッジ活用の例としてはデータ転送コストやプライバシーなどの理由からエッジ側で画像認識などの機械学習の推論を行い認識結果のみをクラウドに上げたいというユースケースがあります。 こういった際にはクラウド側で Amazon 政治メーカーを利用して学習用データの分析や機械学習モデルのトレーニングを行い Amazon 政治メーカー Edge を用いることでトレーニングしたモデルを Edge 向けに最適化しデバイスにデプロイ推論結果のみをクラウドへ送信するといった仕組みを実現することができます。以上 IoT で一般的に必要とされる機能とその課題・ソリューションについて紹介いたしました。 最後に本セッションのまとめですまずさまざまな業界で IoT を用いてビジネス上の成果をもたらすためのイノベーションが進んでおりそのためのデータ分析や活用ななどの戦略が重要となってきてきいます AWS では IoT で共通する一般的な課題を解決するためエッジデバイスからクラウドにわたる幅広いソリューションを提供しています。そして AWS のマネージドサービスを用いることでスケーラビリティセキュリティなどの課題を解決しながらサービスを組み合わせることでさまざまな IoT ユースケースを素早く容易に実現することができますこちらは AWS IoT を始めてみたいという方におすすめのリソースです AWS IoT 開発者ポータルでは IoT 関連の国内の事例やセミナー情報 ハンズオンや学習のためのコンテンツなどを発信していますまたより身近なところから IoT を始めたいという方には IoT などのクラウドテクノロジーを活用して日常生活を便利にするハンズオン記事がビルダーズフラッシュで掲載されていますぜひアクセスしてみてくださいまた本 AWS サミットでは産業分野における IoT に関するセッションもございますのでぜひ合わせてご視聴ください AWS を利用して IoT イノベーションを起こすことで皆様のビジネスの成長へつなげていただければと思いますご視聴いただきどうもありがとうございましたご視聴いただき誠にありがとうございますセッションはお楽しみいただけましたでしょうか5月25日26日の開催期間中 皆様からのご相談をチャットにて受け付けております。AWS セッションの視聴画面からはスピーカーに直接質問をいただくことが可能です。また、さまざまな技術質問が可能なアスクアンエキスパートのコーナーもご用意しています。AWS 導入の最初のステップや見積もりについて知りたい方は、クラウド導入相談コーナーのチャットより相談希望と記載ください。皆様からのさまざまな質問をお待ちしています。